手失神、手荒れ、炊事や洗濯など水仕事をする主婦に多いため主婦失神と呼ばれることもあります。手を洗う回数の多い調理師やシャンプーやパーマ液を使う美容師は手荒れしやすい職業です。手の皮膚表面は他の部位よりも角質が厚く、手を外部からの様々な刺激から守っています。水や洗剤などにより皮膚表面の水分や皮脂が減少する、化学物質に触れて刺激に敏感になる、アレルギー物質に接触する、物理的に摩擦されるなどを繰り返すことにより引き起こされます。もともと皮膚のバリア機能が弱っているアトピー性皮膚炎や乾燥肌の人に起こりやすいとされています。手の甲、ひら、指のかさつきから始まり、ガサガサ、皮むけ、赤み、腫れ、水ぶくれ、ひび、赤切れ、じくじく、かゆみなどの症状となります。傷が深くなると痛みを感じることもあり、細菌感染を引き起こすこともあります。基本的には特別な検査をしませんが、水虫が疑われる場合は皮膚の一部を採取して検査することがあります。乾燥している場合は保湿剤の塗り薬を使用します。かゆみや痛みがひどい場合にはステロイドの塗り薬を使用します。手の甲やひらは他の部位よりも皮膚が厚いため、皮膚の状態に合わせて強めのステロイドを使うこともあります。軟膏タイプの塗り薬はベタつきがあるため、ベタつきの少ないクリームタイプの塗り薬を使用することが一般的ですが、痛みがある場合はクリームタイプよりも刺激の少ない軟膏タイプの塗り薬を選択します。水仕事などで定期的に手を洗う必要がある場合は、保湿剤やステロイド剤も洗い流れてしまうため、こまめに塗るようにしてください。原因となっていることを止めると改善していきますが、家事や仕事などでやめることができず、なかなか治らないという方も少なくありません。洗剤や化学物質などに触れないように、手袋をして手を保護する必要があります。ゴム手袋をすることを習慣にして、ゴム手袋だけでは蒸れてしまうようであれば、綿の手袋をしてからゴム手袋をしてください。かゆみがひどくかいてしまうと、さらに悪化して治りが悪くなります。ストレスによりかいてしまう回数も増えてしまいますので、ストレスをためず、悪循環を止める工夫が重要です。当院皮膚科の診療内容、新宿駅前クリニックの皮膚科では、手失神の診断、保湿剤やステロイドの塗り薬による治療を行っております。お一人お一人のライフスタイルに合わせて、保湿剤やステロイド剤を必要十分な量を処方しております。